はい、今回ですけれども、こちらの画像がですね、ツイッターの方に流れておりまして、でこれが何かっていうと、つむつむ6周年というところで、はい、つむつむのぬいぐるみがね、発売されます。でそれの情報がねツイートされておりました。でまあこちらのね詳細を、まあ、早速見ていきたいんですけれども、まあね、もう早速ね、つむつむ6周年記念というところで、まあ、こういうことをやってくれるので、まあ、ゲームの方もですね、まあ、かなり熱いねのが期待されるんじゃないかなと思います。で、まあ、こちらね、10月29日 AM10 時から販売開始というところで、ゲーム内に登場するガチャをイメージしたね、はい、梱包になっておりまして、6周年パーティーコスチュームのミッキー&フレンズがはい、入っております。でその6周年コスチュームっていうのがこのね帽子をかぶってるんですよね、こういう、はい、今ここにいる中だとミッキー、あれミニー、チップとデール、ドナルド・デイジーですね、まあ、そこがコスチューム着ておりますというところになっております。でああとはね、初登場のドロッセルと、あとはね、ユーモラスドロッセルというのが入って、なんと全部で17体というところになっております。で、ユーモラスドロッセルっていうとね、多分ね、あれ、このね、真ん中左にいるキャラだと思います。ハチプーの上にいるキャラだと思います。で普通のドロッセルがこのミッキーの左にいるツムかなと思います。で、まあ、どんどんね、詳細を見ていきたいんですけれども、これね、すごいっすよ、これ。結構高い。結構高いんですよ、これ。1万6000円ぐらいします、これ。びっくりしますよね。ちょっと画像撮るの忘れてしまったんですけれども、テロップの方で、詳細の値段は出しておきますけれども、はい、なかなか高くてびっくりしました。で、一応ね、このコメントを、まあ、読んでいきますと、つむつむの6周年を記念してアニバーサリーセットが登場と、ガチャをリアルに楽しめるボックス入りですと、ディズニーつむつむのゲームで行うガチャをイメージしたボックスデザイン、可愛いミニつむたちがギュッと入っているのが見えます。はい、見えますね。ミニつむは全部で17体、6周年パーティーコスチュームに身を包んだミッキー&フレンズをはじめ、キュートなルックスで人気のハチプーシリーズや、塔の上のラプンツェルシリーズ、ソーサラーミッキー、そして今回初登場のドロッセルとユーモラスドロッセルが入っております。ディズニーオリジナルアニメーションファイアーボールシリーズのツムツムは、ツムツムは必見ですというところになっております。でですね、ボックスにプリントされたガチャの取り出し口部分を切り抜くと、中のねミニツムが取り出せますと、あのワクワク感を体験してみて、体感してみてというところ、多分これね、ここ、はい。手前にね、あの、梱包の段ボールが、倒れてきて、ツムを出せるよっていう仕組みで、多分この出ているツムはゴーテルなのかな、合ってるかな、ゴーテルだと思われます。はい。という、まあ、このね、6周年のね、ミニツム、つむつむぬいぐるみがね、発売になりましたというところになっております。はい。いやー、これね、ほんと高くてですね、なかなか買うのに勇気がいるんですけど、どうしようかなと。せっかくなんで買ってみたい感はあるんですけど、自分はね、チップのぬいぐるみを、はい、エクスペアリやったっけ、あのディズニーストアのところで、まあ、買ってですね、まあ、車に飾ってあるんですけれども、久しぶりに買ってみようかなと思ってもおります。まあ、ちょっとね悩んでお金と相談して、はい、決めたいと思います。でしかもですね、まあこれだけじゃなくて、早くもねクリスマス系の、ミッキー&フレンズのねぬいぐるみも来るというところで、クリスマスのツムとしてももしかしたらこの辺が来る可能性があるかなと思います。帽子にちょこんと乗った、ヒイラギっていうのわからない、ヒイラギがポイント、ちょっぴりリッチにおめかししたクリスマススタイルのツムツムが、
お目見えというところになっております。はい、まあクリスマスグーフィー、クリスマスチップと、クリスマスデイジー、クリスマスデールとで、クリスマスドナルド、クリスマスプルート、クリスマスミッキー、クリスマスミニーというところで、まあ、これがね、11月1日より発売されるというところになっております。でつむつむのぬいぐるみのね、まあ、情報としては以上なんですけれども、まあ、6周年コスチュームを着たっていうところで、まあ、来年ねネズミ年というところもありまして、6周年コスチュームを着たミッキーとミニーがねおそらく来るんじゃないかなと思われます。はい、まあ、そこがすごく楽しみですね。はい、で、まあ、ちなみにこのクリスマスツムですね、まあ、紹介させていただいたんですけれども、今現在ですね、はい、登場しているツムも紹介してみたいと思います。で、クリスマスミッキーがいまして、クリスマスミニー、クリスマスドナルド、クリスマスデイジー、クリスマスグーフィー、クリスマスプルートというところで、あとはねクリスマス、多分クリスマスの格好をしてるだけだと思うんですけど、まあホリデーベイマックスも、そういうことですね。で、自分持ってないんですけど、クリスマスチップとデールもおりまして、まあそれはね、去年の12月に、登場しているんですけれども、自分は持っておりません。まあ今年ね、12月に復活するんじゃないかなと思うので、まあその機会にですね、まあ自分は手に入れたいと思います。はい。で、まあミッキー&フレンズからはもう全種類クリスマスツムが出ておりますので、はい、新バージョンとして来るのかね、それかはたまたスイッチとか、まあ、その辺が来るのかっていうところが、まあ、ちょっと気になるところではあります。はい、という感じで一応ね、まあ、つむつむがこれからこんな感じで新つむが来るかもしれないっていう、まあ、情報とですね、つむつむ6周年のね、まあ、記念として、まあ、こういうのが出るよという、これという、まあ、紹介となりました。はい。一応ね、今回の動画はこれで、まあ、以上になってしまうんですけれども、久しぶりにですね、ガストンの、はい、企画をやっていきたいと思います。ということで、1万コインチャレンジやっていきたいと思います。では、ガストンの動画へ、どうぞ。はい、ということで、ガストンのね、1万コインチャレンジをやっていきたいと思います。前回はね失敗してしまいまして、はい、今回はね成功していきたいと思います。これね、もう出だしで決まってしまうのでマジで集中したい。出だし黙っていい？出だし黙っていい？これはいけるか。まあ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 、ギリギリギリですかね。ちょっとね発動がやばかったっすね。しゃー全消去。残り30秒で4500ぐらいいけばまあまあいけるでしょう。とりあえず焦らず40チェーン以上を目指して。38か、ちょっとまずいですね。39、ギリギリいけるペースですね。OK、 32秒か。いやーミスった、引っかかっちゃったよ。25秒で5000枚。厳しいね。いやーまた引っかかってしまった。いやー引っかかるなー、マジでマジで引っかかる超引っかかるんですけど。ダメだ、超引っかかる。8000枚。
や厳しいな、無理だな。もう一回フィーバー言ってくれれば。残り5秒でしょ、もう一回フィーバーいけるかな。あー、いったけどボム使えばよかった。いやー惜しい惜しいじゃないかよ。いやー、ミスったね、だいぶミスったね。おー、でも3倍いきました、ありがとうございます。はい、ということで1万コインはいきませんでしたが3倍いきたということで、今回動画見ていただきましてありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、コメントの方、高評価の方をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。